1日1分で体改革ラクトレゆるっと CG ストレッチで体をダイナミックに伸ばそうということで今回も始まりましたラクトレゆるっとです。サイドトレーナー、今回のストレッチはどんなところにゴルフに役立ちますか？はい、今回はですね、股関節のストレッチなんですけども、主にアドレスを取る時の、姿勢ですね。特に猫背の方には特におすすめのストレッチになります。で、日常生活にもこう役立ちますね。そうですね、はい、では早速よろしくお願いします。はい、お願いします。ラクトレゆるっと。はい、では早速やっていきましょう。じゃあヨガマットの上で座っていただいて、はい、片足をまず踏み出します。その状態で、手を腰に当てましょうか。はい、このまま、お尻、右のお尻、この場合です右のお尻を締めた状態で体を少し前に体重をかけていきます。これで細かく揺れるような形で右の股関節の前が伸びると思うんですけども、伸びてますかね？はい、伸びてます。はい、ちょっと細かく揺らしていきましょう。こんな感じで、はい、これができたら今度は一旦緩めます。その状態で今度手をつけていきますので、体のカーブが C の字になるように体を反っていきます。そうですね。で、顔も上を向いていただいて、お腹から股関節の前が伸びると思います。はい、そのまま一旦緩めて、その時にかかとをつま先を上げて、そうですね、かかとだけで設置してつま先をタッチ、これ繰り返していきます。反った状態で上を見て、まず体の前を伸ばします。そこから緩めて前に前屈いい感じです。その時にももの裏が伸びますね。伸びます。はい、いい感じです。こんな感じで繰り返していきます。はい、はい、全身使いますね。全身使います。本当にこのお腹だったりこの辺も伸びますし、そうですね、股関節も伸びますし、はい、すごい全身気持ちいいです。姿勢にはすごくいいエクササイズだと思います。はい、ラクトレゆるっと。はい、では視聴者の皆様も一緒にやっていきましょう。はい、じゃあマットを使用しますので、そのまま片足を踏み出してください。はい、膝は90度ぐらいですね。で、このまま手を腰に当てていただいて、体重を少し前に乗せます。その時にお尻をしっかりと締めてください。股関節の前側が伸びるのは分かると思うんですけども、そのまま少し揺れるような形で前後に体重移動していきます。今伸びているこの右の股関節の前の部分が詰まってくると、アドレス姿勢を取るのがすごく難しくなってきますので、ここをしっかりと伸ばしてあげることが大事になります。このまま10回揺れましょうか。はい、いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、一旦緩めます。はい、で今度は手をつけていきますので、横から見た時に C の字になるように体を反っていきます。今度は先ほどと違って、胸とか腕の方も伸びてきますので、いきますね。はい、はい、もう一回いきましょう。息を吐きながら体を前側を伸ばしていきます。はい、で今度緩めた時にかかとを立てて、つま先を上げた状態で膝を伸ばしてつま先を触ります。はい、この時後ろ全体が伸びます。伸びてますか？伸びてます。伸びてますか？はい、はい、じゃあもう一度繰り返しますよ。はい、後ろに沿って体重を前に、この時に股関節の前から肩の脇あたりが伸びますね。はい、緩めます。腰を引いて膝まっすぐつま先タッチで、はい、後ろも言いますね。はい、もう一回いきますよ。はい、はい、後ろに沿って息吐きながらです。はい、はい、じゃあ息吸います。もう一度吐きながら前屈で、いい感じです。伸びるところをしっかり感じながらやっていきましょう。はい、このように前と後ろを交互に伸ばすことによって、骨盤の前側後ろ側両方ともリラックスすることができますので、前傾姿勢を獲得するのにとてもいいストレッチになります。 CG ストレッチ、皆さんもぜひやってみてください。そしてラクトレゆるっとのバックナンバー、もっと詳しく知りたい方はマイゴルフダイジェストまで。